サウンドブラスター、サウンドブラスター、サウンドブラスターはシンガポールのクリエイティブテクノロジーが開発を行っているパーソナルコンピュータ用のサウンドカードのブランドである。ごく初期の製品、サウンドブラスタープロが Windows 3.0のマルチメディアエクステンションス向けの開発キットで標準的に扱われたことをきっかけとして IBM PC 及びその後換気の市場において オディオデバイスとしてデファクトスタンダードの地位を獲得し、以後これに続く製品群がその地位を占めている。1998年に登場したサウンドブラスターライブ以降の製品については、Windows におけるダークツーンド等のサウンド API のハードウェアアクセラレーションによる負荷の軽減を主眼としたものでり、いくつものバリエーションがあるが、現状では、 DVD 鑑賞などの多チャンネル再生を意識したライブ、シリーズ、ライブよりも 3D 音声処理に優れたオードジーシリーズ、コアなゲーマー向けのより高性能なハードウェア処理を実現した X、Fi シリーズなどがある。p c i バスや PCI Express バス接続の内蔵タイプのほか、ノート p c および小スペース一体型 PC 向けに、 USB 接続の外付けタイプもある。いずれもサウンドファントというサンプラー音源に対応しており、あらゆる音色を読み込むことができる。一部の廉価版製品を除き、同社が開発する 3D サウンド API-EX のハードウェアアクセラレーションをカード上のサウンドプロセッサによって実現し、多彩な音響効果を CPU やバスに大きな負荷をかけることなく、 実現可能な事実上唯一の選択肢であったが、Windows Vista でのハードウェアアクセラレーション廃止、CPU 能力の大きな向上、対応アプリの少なさからハードウェア処理対応というメリットは薄れていた。しかしクリエイティブアルケミーが発表され、このソフトにインストール済みのゲームを登録することによって、サウンドをオプオネル形式で出力することが可能になったため、 手間はかかるが、ハードウェアアクセラレーションを有効にすることは可能となった。最初のサウンドブラスターは1989年に登場した。このサウンドカードは当時デファクトスタンダードであった。社のサウンドカード、FM 音源との互換性を保ちつつ、モノラルの PCM 音源、8ビット、22kHz、ゲームポート、ミディポート兼用をさらに備えた、イサバス用カードであった。 サウンドブラスターはアドリブ社のカードと同程度の価格あるいはより価格で提供されたためヒット商品となった。1991年には FM 音源及び PCM 音源をステレオ化したサウンドブラスタープロが登場する。サウンドブラスタープロは PC 互換機におけるデファクトスタンダードとなり以降登場する DOS ゲームのほとんどが サウンドブラスタープロに対応するようになった。なお、サウンドブラスターにシェアを奪われたアドリブ社は1992年に倒産した。また、サウンドブラスタープロには内蔵ドライブを接続するためのコネクタを備えており、パナソニック製の CD ロムドライブを接続することができるようになっていた。つまり、この時代のサウンドブラスターは、サウンドカード、ジョイスティックカード、 ミディカード、CD ロム接続カードの4つの機能を兼ね備えていたことになる。このサウンドブラスタープロにさらに CD 品質の PCM 音源を追加したサウンドブラスター16が1992年に登場する。サウンドブラスター16ではミディ部分がデファクトスタンダードだったローランドの m p 4 0 1互換、ただし u ートモードのみとなったほか、 ウェーブテーブル音源用のドーターボードを取り付けるためのコネクタを有するようになった。その後、1994年には E 入社の音源モジュールを内蔵したサウンドブラスター O32 が1996年にはその後継品であるサウンドブラスター O64 がそれぞれ登場している。蒸気のように DOS 時代にデファクトスタンダードとなったサウンドブラスターシリーズであったが、 ここまでの製品はすべてレガシーであるイサバス用のカードであり、主としてドス用ゲームにおける互換性の問題から PCI バス用に対応できない状態が続いていた。クリエイティブテクノロジーは PCI 版のサウンドブラスタープロ互換カードを製造して定エンサニック社を1998年に買収することでこの問題を解決した。クリエイティブテクノロジーは エンサニック社の開発したチップを実装したサウンドカードをサウンドブラスタープシーとして市場に投入した。同年に登場するサウンドブラスターライブも、またエンサニック社のエミュレーション技術を利用しており、DOS 上ではサウンドブラスタープロ5換として動作することが課であるオードジーにまではゲームポートも残されている。上記のように m s 時代の PCAT5 機では、 サウンドブラスターと互換性がないとサウンドボードとしては認識されないくらい認知度が高かった。しかしながら DOS 時代において日本の標準的な DOS マシンは PC-AT とは全く互換性のない NEC の PC-9800 シリーズであったため国内での認知度は国外ほど高くはなかった。PC-9800 シリーズ用の サウンドブラスター16も後に投入されているが、ゲームでの採用は海外製品の移植品、いわゆる洋芸東国一部に止まった。しかしながら、Windows 3.1や Windows 95の登場に伴い、日本国内でも PC、a t 互換機のシェアが伸び始めることになり、PC、a t 互換機と共にサウンドブラスターの人気度も上がっていくことになる。その後は、 サウンドの機能が充実し標準的なサウンドデバイスになるにつれて一般ユーザーの認知度は下がっている。過去に日本国内では代理店を通じて販売されていたが現在は IO データ機器との合弁会社であるクリエイティブメディア株式会社が供給している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。